ちょっと待って、聞いてないの、聞いてないのよ。今日当落だっていうのは思ってたけど、ちょっと待って、髪の毛もうほんと最近こんなんばっかなん、どうしよう。洗濯物もしてるし、もう、主婦です、どうも。カメラ曲がってるし、どうも主婦です。ルルちゃん、ルルちゃん、さあ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 、びっくり、びっくりしています。皆さんどうも、クルスです。本日は、9日、現在の時刻がですね、11時45分でございます。本日は何の日かと言いますと、せい！そうです、皆さん。なんて読むの？あれ。ASEA なの？ASEA2024 のチケットの登録の日なんですけれども、私ちょっと何日っていうのまでは覚えてたんですけど、何時が当落なんだい、何時発表なんだいっていうのをちょっとチェックし漏れていたので、今何時だっけと思ってそれを確認しようと思っておりましたら、 E プラスログインしたところ画面があれみたいな、なんか入ってる、申し込んだやつの履歴が入ってるんだなと思ってクリックをしたらですね、支払い期限が書いておりまして、何これと思ったら、そう、下の方に行ったら、ご用意できましたと。ちょっと待ってと、皆さん、なので、私、ASEA2024、当選しました！やった28,000、29,000ぐらいが今現状で飛んでいく予定です、この後。チャリーンと、またセブンイレブンからチャリーンという風に飛んでいく予定です。ただですね、こっから、この公演に関しては、VIP がございますので、VIP に申し込みをいたします。いや、これさ、私もう致命的だと思ってたのが、ZOZO カードとか持ってないから、基本、K アリーナってね、会場もそんなに大きくないと思ったし、こう全国からいろんなアーティストのファンの皆さんが応募、されるじゃないですか。だからこれはもう無理だろうなと思っていたわけですよ。しかも、まあ、この後もちろん VIP も申し込ませていただこうと思っておりますけれども、 VIP に関してはきっと ZOZO カードの人の当選確率10倍みたいな感じで書いてあったから無理でしょ、一般人のうちら無理でしょっていう風に、もう負けゲーみたいな感じで思っている節がある負け格だと思っている。でも一応現状普通の席、普通の席って言ったらいいの、あ、 S 席を申し込んだので S 席で当選させていただいておりますので、なんかこうなんての中段ぐらいな感じまでは今いけてるぞと、じり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 攻めれているぞという状況なので、この後 VIP はちょっと頑張ります。私が頑張ることで、イープラさんこんばんは、ゾゾタウンさんこんばんは、 AI なのかな、わかんないけどランダムで選んでくれた機械こんばんは、ありがとうございます、神様にだ、よし、そんな感じで、ちょっとマジでもう最近の私の当落動画とか何なの、ペンミのなんか発表の動画とか全部このテンションなんだけど、髪ボッサボサとかさ、なんかさ、お風呂上がりとかさ、なんかすいません皆さん、ちゃんとした化粧した状態のやつはね、公園に行ってる日で確認させていただくという形に皆さんしてください。ちょっと私、この場を借りて皆さんにヒアリングさせていただきたい。せっかくね、YouTube のコメント欄っていうのがありますので、皆さんに教えていただきたいんですけれども、今回のこの ASEA2024、申し込んだ方の中で、私と同じように、ZOZO のその特別なクレカみたいなのを作らずに申し込んで当選したよっていう人が、どのくらいの確率でいるのかなっていうのを聞いてみたい。なおかつ、今回は S 席と A 席っていう2種類の席があるので、A 席で申し込んで当たったよっていう人と、S 席で申し込んで当たったよ。この2種類が出てくると思うんですよ。ZOZO カードを作ってない人でね。だこれをぜひ、コメント欄の方で私は A で当たりました、私は S で当たりましたっていうのを、皆さんに教えていただけたらめちゃくちゃありがたいです。まあまあ高いのよ。今ちょっと見てるんですけども、A 席の後ろの方で22,000円ですよ。で、S 席のその中段のところで27,000円よ。
で、これでこっから当たった人の中で VIP に申し込むっていう感じになるので、VIP だとプラス1万5千円だからトータルで、ちょっと待って、4万超え。強いねー。でもラインナップがさ、改めましてちょっと見てみますと、スキズは結構早い段階で発表していただけてたので、私はもうその時点で行くっきゃないっていう風に、まあ思ってはいたんですね。申し込むっきゃないっていう方かな。行くっきゃないっていうよりは当たったら絶対行こうって思って申し込んでたんですけど、その他に今回の見てみたいなって思っているグループナンバーワン、トゥワス。多いでしょ。これ多分スキズが好き、ステイちゃんたちの中では結構今話題になってるのが、トゥワスの中のメンバーのリーダーの男の子がめちゃくちゃヒョンジン味が強いんですね。もしかしたら、そうだね、本人のファンの子からしたらちょっと嫌な表現なのかもしれない、誰かに似てるっていうのは。でもジニーを見てきている私たち、ステイとしては思ったよね、思ったと思う。で、なおかつ、私は、これインスタのストーリーズにちょっと前に書いたんですけれども、ジニー 50%、スンミン 30%、あと、TYT のヨンジュンさんが 20% ぐらい入ってる感じのお顔の作り、なんかビジュアルだなっていう風に思ってる子が一人いるので、ちょっとその子を生で早い段階で見ておきたいなっていう風に思ったのよ。発表された時に、あ、出るんだ。うわ。これは、いい公演だぞ。でも、この二グループを、私は今回見に行くってか、あ、そっか、トゥバも出るんだ。じゃあ、そうだね。全員の要素が詰まっている子を、この、本人たちを全部ね、みんな指差し確認できます。あ、確かに似てるかも、みたいな感じで、みんな思うかも。あとは、お馴染みのところでだと、PMA の時にも楽しませていただいた、トレジャーさんが出たりとかですね、しますね。そのぐらいか、あとは、初めましての NCT ウィッシュさんとかも出るのね。でもそのぐらいだな、私が楽しみにしているグループというのは。でも十分、自分の注目しているグループが、まあ推し、スキズ以外にも、ちょっと見てみたいなと思っていたグループが出るので、すごく今から楽しみです。それから、スキズの天秤の当落動画に関して、たくさんの反応、早速ありがとうございます。自分も当たったよ、みたいな。いや、びっくりしたのが、今回当たってる人多くない？しかもなんか、X 見てたら、全通しますとか、複数当選しましたみたいなのを上げてる人がいるんだけど、これってさ、一人で何公演も当たってる人がいるってことなのかな？私は28を第一希望にして27を第二希望にしてたんで、第一希望が弾かれて第二希望の27が当たったって感じなんだけど、全部当たった人ってすごいよね、羨ましいなーっていう風に思いましたけども、私はもう今回のペンミに関しては他もいろいろ本国もあるし、なおかつ今回の ASEA も当選させていただいたので、もう本当にこう、お札を手裏剣のようにこうね、巻いていく形になる。今からお支払いしていきたいと思います。もうすごい。VIP がもしこれで当たったとしたら、4万ぐらいになるわけでしょ？今現状で2万8700円ぐらいのお支払いなのかな？という感じだと思いますので、推しに課金したいと思います。ちょっと今回の動画は短めなんですけれども、このぐらいで終わらせていただきたいと思います。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。次のお知らせは、どっちなんだろう。VIP の当選が早かったら VIP の当落で、当選したら動画を出すと思います。当選しなかったら普通に多分この動画ね、ASEA 当日だよみたいな感じの次の動画に進むことになると思いますので、もう一回動画がアップされたら、クルス、当選したんだなって思ってください。以上、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最近は当落芸人、クルスでした。でもなんか盛り上がってきて楽しくなってきた。また動画の頻度も増えると思いますので、皆さんぜひチェックしてください。アニョーン。